カルロス・クライバー・ウィーン・フィル・ニューイヤー・コンサート1989は、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団による1989年のニューイヤー・コンサート。指揮者はカルロス・クライバーが務めた。指揮するにあたってクライバーは、プログラムの企画のために、ヨハン・シュトラウス協会の会長をフランツ・マイラーと意見を交わした。マイラーによると、クライバーほど入念に準備する指揮者を、 それまで見たことがなかったという。彼はシュトラウスについて書いた私の本をすべて読む予定にしていた。その中で田園のポルカ作品276について思い当たるものを発見した。その発見がとても気に入って彼は、こう言った、これはぜひ使わなくちゃ。フランツ・マイラーの改装1988年12月29日に始まったゲネプロについて、クーリエガミは、 放放じた。コンサート当日の早朝7時、神経過敏のあまりクライバーは青ざめで、ウィーン楽友協会の周りを数百回も駆け回ったという。ウィーン国立歌劇場音楽監督、クラウス・ヘルムート・ドレーゼは、クライバーを、ウィンナ・ワルツの新しい帝王と評した。ソニークラシカルは、50万マルクという記録的な高値に、釣り上げた上で、CD の販売権を獲得した。 バランスを取ろうとしたクライバーは、ビデオの発売権は、ドイツグラムフォンに譲渡した。ドイツグラムフォンの社長経験者は、この時の CD の契約についてこう語っている。a b ベルナー P261、ベルナー P259、ベルナー P262、ABC ベルナー P263。ありがとうございます。